皆さんこんばんは。さあ始まりました、集まれ動物の森。ということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、でっかい湖を作りたいと思っております。だいぶ前にインスタかツイッターかで見て、すごい可愛いなと思って、ちょっと真似をするというか、その見た写真がどうしても見つからなくて、雰囲気頭の中で覚えてるだけ、頑張ってみようかなと思っております。ということで早速やってみましょう。じゃあちょっと試しに一回湖掘ってってみます。ちょっと変えると思うけど、一回ここに崖作ろう。あーいい感じ。じゃあちゃんと作っていこうと思うので、ここら辺を改善していこうかな。ここを一マスずらしていきます。じゃあ鉄の柵をここに、ちょうどドアのところか。ここを前でさ引かないといけないな。よし、 OK で柵立てて、あーそうするとちょっとあれか、ここのデザインが微妙になってしまうけど、まあ仕方ないか。ちょっとここだけ開けとこう。でここを崖工事ライセンスでどっかだけつながるようにしてもいいかな。あ花がある。今抜いた木をここに埋めましょう。広葉樹、よし OK。 ここをとりあえず崖をこんな感じでとりあえず作ろうかな。あつなげちゃった。で上に木埋めた方がいいかもしれないな。この木はこれでいいとして、じゃあこっちもつなげてやっていこうか。そしたらここに木を埋めれるから、それでちょっとごまかそうかな。じゃあこの上に木を埋めていきます。ここに埋めようかな。うん、こっちの方が良さそう。針葉樹も埋めちゃおうかな。この辺でこう見たいってことだから、もうちょっとやっぱり掘っていかないといけないな。ここの橋もどかさないといけないな。でもう一マスここに崖を作ります。やっぱりあの橋いらないな。橋と木がいらないかな、やっぱり。橋撤去。で、この橋を撤去すると。じゃあ、とりあえずここを作っていこうかな。ここに木が埋まっているので、この辺に丸太のベンチ。このギリギリのラインに置いて、こんな感じかな。よし、OK。で、ここに低木埋めましょう。ここにじゃあ低木埋めます。で、ここに丸太のベンチを置いて、で、ここにガーデンライトを置いて、じゃあ崖を一段増やして、いい感じなんじゃないか？で、ここもう一段増やしたいので、もう一列ね。なので、ここを掘ってしまって、ここを崖にしよう。そしたら木も難なく埋めれるんじゃないでしょうか。すごい蝶々飛んでるな。そっか、ただここはどうしても川にしないといけないから、まあ、ちょっと考えて、これはこれで良いでしょう。ここ引いていきます。でここも引いて、よし、じゃあここにペグとロープを立てていきます。このめっちゃ角っていうのはどうだろう。うん、こんな感じでいいかもね。ここに針葉樹の普通のサイズを埋めます。ここ低木埋めちゃおっかな。こんな感じでいいんじゃないかな。あと花をいくつか持ってきましょうかね。じゃあここを掘っていきましょう。つながってる場所がなくなってしまった。こんななんか真四角でいいのかな。
ここに電柱置きます。電柱生垣置くか。でも5個しかないからちょっとどっかから取ってこないといけないな。自販機置いてもいいけどな。自販機あんまり使いすぎると、まあ自販機置くか。ここにオレンジのアネモネ埋めて、ここを掘って若木 S? 若木 L? まあこんなもんかな。ここにもアネモネオレンジ見えないか、若干見えるか。この辺はまあ別に何もなくたっていい気もするもんな。梨の木、そうだな、やっぱりあと一マス掘ってだな。あと一マス掘ろう。よし、これでいいんじゃないかな。さあどうでしょうか。まあ向こうのエリア見えてるけど、別にありっちゃありなのかな。ありなのかなしなのか。めっちゃ土地の無駄遣いだよこれ。でも今回は土地の無駄遣いも割とありかなと思ってるので、はい、出来上がりました。それでは出来上がったエリアをどうぞご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。今日はでっかい湖を作りました。駅の横に展望台というかちょっとした公園みたいな感じになって、いい雰囲気になったんじゃないかなと思います。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてるので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.